はいどうもこんにちは、山本あまねです。本日はですね、こちらリクエストにお答えしてマクドナルドのポテトを書こうと思います。久々、マジで久々です。ちょっと作らないちょっと量減った？ M サイズ懐かしい。なんか最近ね、本当にちょっと健康に気をつけてて、こういったものをちょっとあんま食べないようにしてるんですよ。ちょっと1個だけ。うん、おいしい、おいしい。これ全部いっちゃうよ。もう1個。うまい。久々に食べたらほんまにおいしいな、これ。てかこれ難しすぎやろ、ね、どうするって感じじゃない、まあ、パッケージはいいとしてさ、言うたらこれ1個1個がモチーフやからね、実質30本ぐらいのモチーフをね書くっていうことになるんですよ。いやもう大変やな、ちょっと減らしとくわ。減らしとかんとね、食べたいだけみたいな。うん、違います。あ、モチーフ減らしてるんですよ、数。どう書くかな。じゃもう1個だけ俺はいいんですよ、マジで知らんのかだよ。はい、今が、2時、あ、2時ちゃうわ、今が1時45分過ぎなので2時45分過ぎまで書いていこうと思います。よろしくお願いいたします。はいどうも皆さんこんにちは、山本あまねです。本日も音声解説の方をつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、ポテト美味しかったですこれ書いた後ね、もうすぐ食べました。でもね、しなしなのもうヒッヒエのしなしなのヒッヒエのポテトでした。いや、揚げたてがね好きなんですよ、僕。だからほんまやったらマクドナルドでね今日買って、もうその場でもう車に戻る、その時にもう口の中に入れたかったんやけどね、もうどうしてもこのなんかやっぱこう久々に食べるポテトの最初の一口目をこの動画に収めたくて我慢したんですよ。もうね、家帰った時はもうすでにしなしなでしたね。ある程度あったかかったけどね。はい、それではね、絵の方の解説に入ります。まずね、カドミウムレッドで全体の形をとって、そこからですね、暗い色をまず描きました。まあ要はですね、この箱の暗さっていうのが一番暗いんですよね、この中で。なのでポテトが入っていない箱を描いている状態です。なんか不思議ですよね、目の前にポテトあるけどこの絵の中ではポテトがないっていうのもう食べちゃったみたいな、食べちゃった後みたいな状態になってます。はい、こっからねポテトの形を描き起こしていきます。まあこういう風にした方が、例えばねポテトをさっき描くじゃないですか。じゃあ次隙間の影を描かないといけないんですよね。うん、大変じゃないですか、そうなると。うん、隙間の影を覆うってなかなか大変なので、逆に暗いとこを全部塗ってからポテトをねこうやって描き起こしていってあげるんですよ。するとね、隙間の影っていうのはもう自動的についているので、まあ楽できますよっていう、まあ時間短縮ですよね。まあ、別にどっちがいいとかそういう話じゃないんですけど、まあ単純に時間短縮になるっていうお話です。はい、それで徐々にこうポテトの明度を上げていきます。ここで注意しないといけないのが、明度を上げた時に同時に彩度が下がるんですよね。下がっちゃうんですよ。なので明度を上げる時っていうのは、まあ、特に白を使う時ですねっていうのは、彩度が下がりすぎないように他の絵の具をちゃんと足してあげます。まあ、そうすることで彩度をまあ下げずに明度を上げれますね。だから白とか使う時って要注意ですよね。人物とかでもねよくいるんですよね、明度上げてしまった結果彩度が下がってしまって結局こう白っぽい人物画になっちゃうとか。うん、もったいないですよね。せっかく形とか綺麗に撮れててもそういう色彩の面ですごく損している人物画っていうのをよく見かけますね。あとハイライトもね、必ずしも白とは限らないんですよね。だからそういうとこも注意しましょう。箱の形も描いていきます。で、下に落ちてるね影はちょっと黄色っぽいんで、そういうとこも注意しましょう。ポテトをねちょっと転がしましたこれちょっとポテト転がしてんの忘れてて、上からちょっとね塗っちゃったんですよ。だからちょっとポテト白くなってますまあしゃあないね、こういう時もあります。はい、そして背景を塗りました。
でマクドナルドの M をねちょっと書き起こして背景をぼかしてサインを入れて完成です。ちょっと今日は短いね。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで完成しました。難しかったな。近くで見るとこんな感じです。ざっくり描いた感じですね。なんかこういう絵の具のね盛り上げとかでポテトは表現しました。この動画がいいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。またね、あのリクエストとかもいつでもお受けしますのでよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。